皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。皆さんこのキャラ知ってますか？クレイジーフラワーじゃないんですけど、アビーチで射程が上がるんですよ射程が伸びるんですよ。はい、やっていきましょうか。先に言っておきます。このキャラはおすすめしてません。はい、おすすめしておりません。おりませんが、ただですね、可愛いんですよね、このキャラ。まあ、見た目が可愛く、まあ、そしてですね、虹バッチとか引けたらね、面白いんで、お引けたわ、行くか。はい、このキャラですね、アビリティ3になると召喚数が1体増えて2体召喚できるんですよ。じゃあ、アビさんで使えばいいじゃんって思った人いると思うんですけどね、これ1個だけ問題があって、アビさんで使うってことは、つまりリーダーで見えてますので、まあ、今回トロフィーなんか見えないけどね、普段ね、リーグとかの時はリーダーで見えてますんで、つまりは、対空を引かれる。でも、サブリーダーにしてれば、バルキリーが見えてないから、対空を引かれる可能性が少し薄れるわけじゃないですか。でも、薄れるとしても、所詮バルキリー裏で1体でしょ？ただ、射程伸びるんですよね。はい。ね。弱いです、でも。でも、あんま強くないんですけど、ただ、弱いは言い過ぎかもしれないね。刺されば頑張る。で、今ね、ここで行こうか。射程伸びてるからね。行きましょう。しかも、スキル発動ザップももちろんもらってますんで、そこもね、いい要素だね。はい、ガオー行って、イカズチは食らっちゃうんだけど、イカズチ打たれなければ、ダメだ。今ね、ごめんなさい、ゼウスのね、射程をね、ゼウスの射程に入らない状態で、ガオーを切ろうと思った切り方をしたんですよ。もう一回キャラ置くのめんどくさいな。最初からリード置けばよかったわ。しょうがないな。これ、逃亡してほしいんだよね。強っ。ダブルアシュラでここ破壊して。時間いい時間だな。ここだな。で出さないようにする。おかえ OK、 上抜いたで、カエルもう一回上流し、カエル流しで上のラインを破壊する。 OK、 これ突破できる。はい、マンドラが下にも待ってんだよね。だからサンドラ切ってライスを使ってマンドラ出して、マンドラが埋まるちょっと前にもう一回ライスを置いてを繰り返して、なんとか落城まで持っていくと。というわけで落城勝利ですね。はい、バルキリーは大型を引き出すことができました。ありがとうございます。はい、それでは続いていきましょうか。バルキリーね、可愛いんですけどね。結局一体召喚、射程伸びるけど一体召喚ってことは、まあやられた後に手札が一枚死んでしまうっていうね。それつまりイコールゾンビじゃんっていうね、怒ってることがね。なんかゾンビ出しました、通りませんでした、あーあってあるじゃないですか。あれと全く同じ状態になっちゃうんで、それどうなみたいな。で、虹バッチのバルキーは、HP がですね、0まで超えておいても1回だけ1耐えます。大砲撃たれたけど、こっちも取って OK で、いいのがですね、こういう引きで切っても、これ引きって倒しづらいじゃないですか。この引きで切ってもバルキリーが砦前を触れるんですよね。で、引きできるってことは、すごく倒しづらくなってるんで、相手からするとかなり嫌なはずなんですよ。これ結構面白いです。この切り方。このシマリスを前に流すじゃないですか。流して。あー、なんかいるんだな。これを早め倒したいですね。で、バルキー帰ってもらって、で、リザで爆発もらいましょう。あー、届くんだ。じゃあもう一個前行ってからでよかったな。これはドローですね。もう、わかる。だって、今後俺無理だもん。積んでるから。
コングがねマジでおかしいキャラなんですよ本当に。強すぎるんだよね。このバルキリーもね位置的に超強いんで、まあ、負けはしないかなって感じですけど、シマリスの火力もやばいな。このコングマジで無理なんだけど、終わってる。で倒せるけどゼロなんだけど。シマリスで一生遅延されてるだけ。それしか起こらないマジで。お互いに無理。相手も多分この引きバルキリー触らないんだろうねきっと。対空がシマリスしかなくて。とかそんな感じの気がする。さあバルキリーが食いついてくれてるんで、そこはね相打ちできましたね。そこも倒してくれているんですけど、ただ当たり前のようにコングが無理なので私はどうしようもないですと。はい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 、抑えましょう砦を。ただ抑えるのに、あ、攻めらんないですからね。もう俺無理なんで、俺2個3枠なんで、俺コング積んでるんで。はい、ありがとうございました。ただ相手もこの引きバルキリーは触れないよって感じでしたね。はい、それでは続きましょうか。いや、このね引きバルキリーが結構面白いのが、この位置に来た時に狩られないっていうだけで、まあ、かなり死にづらくなるじゃないですか。でこのね死にづらくなる感じがね、あ、まあまあ、もうちょっと待つか。あ、バルキリー虹じゃなくてもいい。ここはこだわらなくていいんだけど。大型はさすがに、2欲しいな。行くか。行くか。これ、アビさんじゃできないことなんですよね、これ。今やってること。アビさんだと、あの位置に切るとバルキリー殴れなくて、で、まあ、普通に取り手裏切ろうとすると、まあ、攻められないだけじゃないし、そもそも対空引かれやすいからやられるし、みたいな。うおほなんだなんだなんだ、すごいぞ。で私引きできるんで今回それで裏引き切りなんで、あ、だそういう感じで来るとまあ狩られやすいかなとは思いますね、さすがに。ただこうやって倒せれば結局やられずに済んで殴れるんで、倒してバルキリーも生き残ると、これができるといいよね。ただまあさすがにやられちゃいましたね。これしょうがないですよね。もう十分でも頑張ってるんでね。はい、グラグラでここ止めて倒して飛ばせない。でもう1体ね調査兵団いるんですけど、もう1体だったら負けないんで特に問題ないかな。ドン倒してもらって寄ってきはしますが、通りで削ってるよ。これラビットで倒して切れてもらって、カエルいますがカエルも特に気にしなくていいですね。これがいるんでしっかり見て、これで見て倒してリザで見て取って、ラビットで無理やり砦を取りに行って完勝ですね。これがもう使ってないと。この引きバルキリーがね、今みたいに、まあ、カエル剣士今出てきましたけど、カエル以外の砦前のキャラ破壊できるじゃないですか、あの距離でも砦前殴れるんで。だから飛ばされづらいし、飛んだとしても届きづらいみたいな。まあ、カエルさすがに届くんですけど、2ヒットしづらいんじゃないかな、多分。1ヒットはするだろうけど。っていうので、より延命できるみたいなね、ところもありますね。はい、それではね、続いていきましょうか。まあ今みたいなね、引きバルキリーで砦前を完全破壊して、まあ、流れたキャラもバルキリーにやってもらうと。で基本倒せるキャラが限定されていて結構延命してくれると、まあ、かなり好みの使い方なんでこれでやっていきます。虹ね1タイルもまあ面白いんですけど、まあ、ぶっちゃけなくていいです。こいつはねバッチ必要としてません。そんなに行こうか。まあ取り取るのはいいね。リザで手数があって銃剣士で小回り利くけど、まあ銃剣士の枠が参考されたらもっということなんだけどね。手数はリザだけでいいから。で、際で取りを取る。裏技でいいかな。あ、待って、2体目のコラボでできちゃった。それでできちゃったら取れないよ、もう。コラボでずれないね。うん、しょうがないね、これはね。そしたら、引きバルしましょう。このバルキの時点で負けがかなり減ります。猫ムートはちょっとやばいキャラだね。
ただこのスキンは、ああ今ちょっとね逃げてくれたんだけど、さすがにちょっと無理からな。待って、キャラ間違えてる、キャラ間違えてました。俺大天気来てるつもりなかった、俺リザードも来てるつもり、大天気来てた。これちょっとキャラ出しミスですね、かなりもったいない。まあ、メコムートはね、まあ、無理なんですけど、出てこないんで、ケアするキャラではないですね、正直。正直ケアしなくていいと思う、メコムートに関しては。バホ行って、ここ銃剣でいいか。ここリザ置いて、追っかけてくれてるんで、このままリザ置いて壁張ってあげて、バホで横当てしましょう。それでに熱くかかってきてないんで、相手のちょっと待って狙って、それでを取りに行く、取ってバホ最前線行って守ってあげて完勝ですね。まあ流れはねスムーズだったんだけど、ちょっと猫ムードっていう例外キャラ来ちゃいましたね。あれは無理ですね、マジで。範囲広いんで基本的に吹っ飛ばされます。2発で死ぬかな。バルキリーね、もうひたすら、まあ、砦裏で、まあ、でもフリースペースってのもね1個ありなんですけど、フリースペースはねどうせ寄るんですよね。だからどっちかというとフリースペースはあんまりおすすめしてない。切り方どうせ流れてきたらフリースペース寄ってくれるん で逆にねフリースペースを打ちちゃう、最初に打ちちゃうと砦前にね来たキャラに対して寄ってくれないんで、砦前のキャラそこで止まっちゃうから。でも行くかな、ちゃんと第一行かないよね、大丈夫だよね。はい、第3取って第2の前の剣士どかして、流れてくる剣士に取ってもらいましょう。一旦リザだね、一旦ね。もしかしたらとんでもない対空来るかもしれないから、これだったら普通にバルキリー切っていいな。この距離感のバルキリーが強いんですよ。お、吹っ飛ばした、いいね。惚れそうだよこれ。あ、アイテムもたまらずだね。でバルキリーがサブリーダーでスキル発生率上がってますんで、スキルを打ちまくってクリリア破壊できんだよと。ナイス、全然いいよ。さあリザも流していこうか。でこのままだとね届かないので、一旦1個手前引っ張って、バルキリー射程負けちゃうんで、はい OK よ。パワード吹っ飛ばして削ってくれてはいますね。まあ、ここでちょっと削ってもらって、あーメギドはしょうがない、痛いけど、1耐えたけど死ぬと、まあ、しょうがないねこれはね。ゲージちょっとたまんないで言ってくれるかなと思ったらたまったね普通に。問題このあと、うん、ここかな。はい、ここでイカズチで剣士巻き込んで、ここはリザでやりたいな俺。あ、剣士ミスってる。でもう一体パワーでいいんだよね。もう一回リザいっちゃうこれ。時間40秒でしょ。うん、取った。あー最後一発でねえか。裏技剣士余ってるわ、もったいね。入るどっか一回、オッケー、キャラギレ。まあ、今回はアーチャー引かれてたのと、まあ、メギドを食らったのと、ユースケのあれを食らってって感じで、まあ、対空いっぱいいたっていうのはあるんですけど、まあ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 、これしょうがないっす。引かれたら死ぬ。でも、本来よりも死にづらいはず。本来だったら、もうちょっと前に切ったりとかすると、あ、まだと射程が伸びてない状態のバーレキアと、殴るにはまあ結局少し前置かなきゃいけないから、アーチャーにもっとメタメタにされてましたね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあこのキャラもね見た目めっちゃ可愛いですよね。可愛いんですけど、まああんま強くないと。まあアビリティさんは結構強いんですけど、まあ当たり前だけどアビリティさんで使うってことは対空引かれますと。で、まあ、ワイラがね、出てからずっとね、対空を引く環境になってますので、まあアビさんなんかにするとね、特に優先枠の方多いと思いますね、対空のキャラがね。バカバカ引かれてボコボコにされると。ただもちろん、リーダーで設定しなければ、まあ普通よりは光りづらいよねっていうのがあるので、今回はそれでさらに射程が伸びるということで使っていきました。いかがでしたでしょうか。まあ面白いっすよ。
面白いし可愛い、でも強いとは言わない。はい、噛み合えば強いなんて当たり前すぎるんで、そう、まあ現実的にね、安定感があるかって言われたら安定感はないんで、まあ、マジでおすすめはしてません。ただ可愛いんでおすすめはしてませんが、まあ気になる方はね、触ってみたらとは思うんですけど、一応言っておくと、このキャラですね、 D0 で効果範囲増すんですよ。あの、スキルの着弾地点からより後方にまで、あのダメージ範囲が伸びるんですよね、広がるんですよ。なので、もし育てる気があるならば、あの孵化したいならば、このキャラ D0 取らなきゃダメです、絶対に。取らないとってマジでいらないんで、はい、そこだけ気をつけてください。結構ね、敷居が高いかもしれません。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。